管理職ユニオン関西の中村です。今日は私がやってる管理職ユニオンの労働組合でですね、実際に今進行中の事例ですけれども、それを紹介しながら、まあ管理職とか中高年齢、結構勤続の長い人が対象になると思いますけども、まあ出向とかですね、出向させられてる人、あるいは降格減給、課長やったんが平になるとかですね、まあ、そういうような事例があると思います。で、まああまり管理職になりたくないという人はそれでいいんですけども、やはり納得いかない人が結構多いです。で、今取り組んでる事例は、まあ降格減給されて、なおかつこれは親会社の方の製造工場に出向させられて、まあ給料がですね、結果的には十数万毎月下げられたというような話です。で、業界というか、ドラム缶ってことにですね、200リッターぐらい入るごっついスチール製のやつと、からファイバー製のやつがあるらしいです。まあ、それを作ってるのが、この実際あった事例の方のですね、うちの組合員の親会社の会社です。で、その親会社のドラム缶をですね、いろんな化学工場とかいろんなところに運送する子会社があります。そこに勤めてる人の事例です。で、その方は要するに入社をして、配車係として担当して何年かしてですね、まあ経験者ですんで、いろいろできるということで、課長に推薦されてやられてました。まあそういう中で、まあ新しい新任に来た親会社から来た社長とですね、まあうまく合うか合うか別にして、親会社に儲けが回るようにしなかったと、まあそういうことが理由らしいです。で、降格をするんだと。あるいは取引先のところからちょっと贈り物をもらった、米をもらったって言ってましたかね。で、団体交渉で 3,4 回やりました。で、理由に関して、我々の組合員のご本人さんは配車係やられてたんですけども、別に特定のそのお米もらった、ちょっと1回か2回もらったらしいんですけど、ところに別に優遇してるわけでもなんでもない。で、ドライバーに関してもできるだけ希望を聞きながらですね、平等に配車をしてた。で、親会社を儲けさせるというより、子会社が成り立つように、子会社の利益が上がるように、まあ、そういうことを念頭に置きながらやってた。で、まあ親会社子会社の関係はよく分かりませんけども、そういう中で課長として不適任だというようなことでですね、まあ結果的には課長から平にで、それで一つ課長手当がなくなる、まあ数万ですけどもなくなる。で、もう一つは降格したら、いわゆるそういう配車の係から技術職で現場作業員というんで、運送会社で言えば物流の部門しか商品をですね、そのドラム缶を貯めておくところと貯蓄しておくところと、それを出荷する、まあ、そういう倉庫の係もあるそうですけれども、そこにもう配点をしなくてですね、いわゆる今1時間ぐらいかかって通勤をしてたところから、わざわざ親会社の工場がある、さらに1時間ぐらいかかるね、通勤で2時間かかるようなところに出向だという命令が来ました。で、当初本人さんとですね、どうしようかということで、いろいろ本人さんも悩んでおられたので相談をしました。で、方法としてはですね、要するに拒否をして、その降格あるいは減給、そして、非常に遠いね、通勤時間も倍以上かかる、2時間もかかるようなところへの出向に関して、
納得いかないということで業務命令に従わないということで、まあ、解雇を受けるけれども戦おうかということと、もう一つは、まあ、確かに十数万減給されますけども、まあ、それを甘んじて異議を申し立てしてですね納得いかないということで、裁判をとりあえず行きながらする、一応会社の業務命令に関しては従って大変ですけどもね、その通勤含めて現場作業にも慣れない現場作業にもつきながら争うということで、その方は後者の今勤められてます、もう1年以上、1年前にちょうど配点の1月ですね、今年なので去年の1月からその前に降格減給されて、さらに出向開く工場にですね、親会社の工場に転勤になりました。まあそれは今平方って言いかけた平方工場です。まあどこか分かる方は分かると思いますけど、で、今裁判を続けてます。でこれは裁判の方は降格が不当であり減給が不当やと、だから出向も含めてですね元のところに元の物流の子会社にですね課長として復活して、下げた時からの給料の差額を払えということと合わせて慰謝料請求も加えた訴訟をやっている。まあもともとあった地位の確認のをしてなおかつその未払い分ですね引かれた分減給された分を取り返すという訴訟をやっている。合わせて、それによってですね精神的肉体的苦痛を味わったということで慰謝料請求を加えているという訴訟をやっている。で、そういうことをやってるんですけど、それで出向先でですね最近をやってるのはその出向先親会社の工場枚方の工場で、要するに工場は全国にいくつかあるらしいんですけども、単年度でいうと赤字になってるというようなことを理由にですね人員削減をしました。で彼はどっちかというとその出来上がったファイバー製の要するにドラム缶ですね を管理をして出荷するというそういう仕事に就いてます。もちろん過去に経験ない仕事で、非常にしんどいと、で通勤にも時間かかると、まあ、いうようなことで、過去有給も取らなかったんですけども、それを取るように組合の指導でできるだけ体調悪い時は休むというふうにやってたんですけど、結果的にはね2人減った分が彼に、まあ、労働強化というなかなか皆さん最近使わないんですけど仕事の密度がきつくなってしんどくなるというものを一つが起こっています。でそういうことに対して団体交渉を申し出ました。でもう一つは結構減った分の残業が増えててですね、通勤に大変なんですよ。工場からある駅までまずバスで行く、それからJR に乗り換えて、もう一回乗り換えてから3回ぐらいの乗り換えがあって、最後着いたところからまだバスで家に帰る、2時間少しかかるそうです。ですからまあそういうことで残業も変にするとですね、まあ同じ働いてる人に駅まで送ってもらわないと家に帰ったらもう11、12になる。で実際家にいるのが5、6時間ということも朝も早いですからね、2時間通勤かかります。まあ、そういうことに対しての問題で、あるいは今ちょうどコロナ禍でですね要するに一応会社として休んでる時でも出荷のある時はその我々の組合員と経験ある2人が交互に出てくると、一応休業になっている状態でも出荷がある時で、あと何人かいるらしいんですけど、その人たちは時々出てくると、だからそういう扱いも含めてやはり不平等だと、まあ、いうようなことで断行申し入れました。でこれは普通だった雇用関係は一応形式上ね親会社にはないんですけども、まあ、子会社の従業員でそこから出向してる、それから出向先におけるね
労働現場の環境が悪いとかきついとか、まああるいは職場の人間関係の問題とか、もしあった場合は団体交渉を当然できるということで我々はやってます。中には雇用関係ないから言って拒否をしてくる会社がありますけれども、これは労働環境の問題であり労働安全衛生の問題でもあるわけですし、労働強化っていうのは長時間労働の問題もありますし、体を壊したらどうするんやというような問題もありますから団体交渉ができます。で今やってとりあえずそのことに対しては配慮するという回答を引き出してます。で本人さんももう少し会社に忠実ではなくて労働者としてですね自覚をしてやってもらうというふうにきちっとねトレーニングもしながらやってます。でですから、まあ、今言ったような例っていうのは結構あると思います。まあ会社の目的はですね、まあ、嫌がらせですから自分から辞めるようにこんな会社辞めたろっていうふうに言わそうと思う狙いがあるというふうに思いますので、まあそういうふうにしてもそれでも辞めさせ解雇になるにしてもなり方とかいうのもしっかりね勉強して知っといた方が得ですから、その得で言えばね。だけどもやっぱり労働者の権利っていうのも重要ですし、会社の好き放題一方的にやりたい放題やらさないと、まあ、いう意味で考えていただきたいということで、まあ、管理職にでも相談に乗ります。まあ、この種の問題結構もう二十数年ねこの組合の運動をやってますけども、我々としては経験豊かな実績もありますし、まあ、本人さんと十分一致しながらですね議論しながらどういう方法でやろうかと、まあ、場合によっては会社に押しかけてですね不当だというふうにやることもできます。訴訟のやった経験もあります。で元に戻した経験もあります。もちろん本人が残念ながら途中でですねいろいろ家庭事情とかで挫折した人もありますけども、何も知らないより知っておいた方がいいし、こういうやりたい方だやらさないというねことは労働組合に入ればできるし、まず相談をしていただいてというふうに思います。だからまあ今日はこういう管理職業で実際にやってる降格減給でなおかつ出向という不当なね扱い受けてる組合の事例を紹介しながら、まあぜひ何でもかんでも諦めたら損しますから、諦めたらやっぱり労働者の権利っていうのは放棄したことになりますから、頑張ってねまずは相談の方向で検討していただいて電話なりお願いしたいというふうに思います。以上で終わります。どうもありがとうございます。